それさ、お前こうやってさ、見て嬉しくないっつって。うん、ちょっと見せる。けど、携帯汚いけど、ね、見て、ここに基板でっかね、こいつの携帯。バカ汚ねえ。やだ、俺この基板だケースつけてんの、ほんとに。やめろ。俺、そのさすがに打つの。すらしてくれる。ラフにやりすぎやって。こんばんは。見てください。今、インスタのストーリーのメンションを見てまして。一応ね。ああ。ツナソラのブロマイドを買ってくれて子供に渡して全然返してくれないっていうメンションがね、うん、来ました。超かわいい。かわいい。かわいい。ゲームじゃないよ。かわいい顔だから。嬉しいですね。はい、本当に嬉しい限りです。スクショさせていただきましたよ、はい、ということで樋口よ。あ、浩平が俺もやればいいのって言ってる。こいつコラボの仕方分かってね。そう、浩平もやる。浩平もやる。じゃあ今ここにコメントしてるからって。そう、浩平もして普通に今すぐやって。こんばんは。今日暑くなかったっすか？マジで暑かったよ。俺 T シャツ3回着替えたもんね。ガチ2回だ。2回着替えた。3着着た。どっちでもいいけど。で見てよ、結果よ。結果汗の違い、服にシミになるの嫌じゃん。うん。エアリズム着た。ああ、いい。頭いい。エアリズム俺たまに着るわ。なんでこいつ使ってた。マジで。マネージャーさん、こいつ取り返してください。まだ見せてる。あ、ありがとうございます。俺こんなやつできないです。あ、疲れました。楽しかったです。はい、マネージャーさんよりですね。なんかあの今日僕違う別の仕事だったんですけど、あので、あのマネージャーさんはちょっとあのツナの方の現場についていったんですけど、その時にあのツナが今ソラ頑張ってるかなって寂しそうに言ってたらしいです。寂しそうには言ってないで。吐くなや。気持ち悪い。コンビ愛出したの。コンビ愛を。もうコンビ。ああー、出た。マッターだよ。もう愛理さんだけやん、これ招待つく。だけやちゃんって400人も見てる。嘘。すごくない？400人って。ねえねえ。すごいね。マナミステリーお疲れ様って。ありがとう。ありがとうございます。見ていただきましたか？ちょ、やばい。怖い。楽しかった。愛してんだ。おい。招待のマナミステリー。俺今マナミステリーの話してるから。あ、ごめん。俺頑張ってやってるから、ちょっと話してて。コメント見た。ごめん、リアタイしてくれたの？ありがとうございます。みんな俺見たかったな。ツナ君の個室が面白かったよ。あー、あそこね。はい、あそこはもう素で喋ってたんで嬉しいです。ありがとうございます。見てる方もドキドキでしたと。ほう。じゃあ、ここへ何送る？友達と見た。お、お疲れ様でした。ありがとうございます。見ていただいて。公平ができない。ちょっと待って、これ電話した方がよくね、公平。いや、向こうもだってあれだから、ライブしてるから電話しちゃうって多分、あーってなるだろ。あいつただね、これね、時間の問題なんだよ、この前やって思ったけど。いや、違うぜ。うん。お、表情コロコロ下がってよかった。ありがとうございます。あ、俺がさ、浩平の TikTok に入ってコメントすればいいんじゃない？今日頑張りました。またこのアカウントやってる時にコメントできないのかな。あ、いけるやん、ほら。やばいやばい、後編遅いよ。49分なんですけど。やばい、全然喋れない。やばい、なんて言えばいいんだ、わかんねえわ。あ、やばい、ライブ配信してできねえわ。あー、できない、やばい。あいつ、やってるわこれ。やばいこれ。小西さん、やってますよこれ。はい、じゃあちょっと先にね、ちょっと順番変えます。 お手紙送ってくれた、ありがとうございます。今日の情報解禁をお察します。なんとこれマジでいいよ、いいよ。あ、これ皆さん、今からお知らせ、大事な大事なお知らせ言います。いきます。本日のお知らせ、ジュノンデジタル写真集発売決定しました。ツナソラの、デジタル写真集。俺そっち持ちたい。前だからそっち。俺ヘアバンドがいい。じゃーん。じゃーん。これちょっと3枚ですね。とりあえず。お、今嬉しい。お見せできるやつなんですけど。嬉しいってみんな言ってくれてる。で、この2人の。デジタルです。デジタル。デジタルです。本じゃないです。デジタル。喋らしてよ。ごめんなさい。
この2人の写真以外にも一応ソロショットの写真なども入っておりまして、まあこれは本当に一部でしかないのでいろんな写真があります。部屋番いいっすよね。ちょっと話して。いや見てくださいよこれ、僕の小さい方、小さい方、うん、いや、そらつなそら、いいっすよね。つなそら、つなそら。そしてですね、浴衣、浴衣など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 ございます。お楽しみですよこれはね。うん、マジで、あの本当に割と過去一レベルで漏れて、ちょっとテンション爆上がりなんですね。いや、本当過去一レベルで漏れた、賞味。やっぱ写真集ってやっぱさ、皆さんね、うん、まだですかとかさ、言ってる方もいたい。うん、てか俺、浴衣着て写真撮った初めてだもん。うん、てか人生初浴衣なんですよ。よかったよ。まあでもあ、ちょっとお願い。オッケー。なんて言う、あのね、まあ、あの本じゃない、実際にこの手元にあるこういう本の写真集じゃなくて、デジタル写真集、わかりますかね。僕も最近、ま、で分かんない、コヘ、違いが、ね、あれだった、あ、今、コヘだ、今大丈夫です。 TikTok を開いて連絡取ってます、今設定のところがあるので、あの、あ、違う、コラボのところがあって、今回はデジタル写真集なんです。設定が、まあ、いつかね、本でも出せるように、はい、皆さんでもお部屋にね飾りたいと思うんで、まだ今回デジタルということで、こちらもぜひぜひ、あの、もうライブ始めたら画面買っていただきたい。うん、ちょっとこれスクショ一回送る。前髪作る予定はね、それ見てすぐちょっと僕はならないですよ、自由っつっても。頼む、ごめん、ありがとう。役がね、役のいろいろあるみたいな。みんなしないんだよ、俺やりにくれる。そちらの方もね、お楽しみに。スクショタイムプリーズ。ちょっと、あ、いいよ、ソーリー。あ、待って、これ動画撮って送ればいいんじゃない。もうあいつとできるの2分ぐらいやん。若いよ。皆さんすいませんね、今日ちょっとね、すいません、ちょっとバタバタしてバタバタしちゃってるんですけども、まあ、つなぎは僕がやるんで任せてくださいということで、コメント返信していきます。ただいま、あ、来ました。で、ちょっと僕はやりながらになるんですけど、ごめんなさい。そしてですね、今日はなんと世界が終わる1分前、何編ですか。エピソード6、歩道橋です。歩道橋です。これはエモい感じになってるんじゃないですか。 ね、そら、うん、歩道橋はエモいね。歩道橋エモいっすわ、皆さん。エモいっす。いや、マジで好き、あれ。俺も好き、うん、ストーリーがすごく好き。いい感じですよ。来た来た、小部屋行きます。小部屋行きます。イエーイ、来た来た、しろ、やっと来ました。バカ白いよ、こいつ。めっちゃフィルターかけてるやん。あ、待って、音量あれかもしれない。めっちゃもろい。来た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 、めっちゃ待っててんけど。めっちゃ待ってて、こっちも待ってて。ほんまやね。まあまあまあ、ちょっといろいろ接続ミスありました、すいません、うん、すいません、ほんとに。すいません、申し訳ございません。全然いいよ、しょうがない。ちょっと全然辛い、こいつ。怖い怖い怖い。うん、お前の2分しか映れないから頑張って喋って。え、俺2分だけの。じゃあ、遅すぎるから。いやいや、俺ずっとやってたもん。そうやね、そやな、設定がな。まあ、俺ずっとやってたんやけどさ。ありがとうね、やってくれて。今日ありがとう、マジで。してくれて、皆さん、本当に忙しいのに申し訳ございません。めっちゃ白いやん、こいつ。お、今ね、お、あと4分できるって、公平は。え、
4分あと4分って59分まで映れる。なんでそんなちょっとしか映らないの。しょうがねえだなあ、まあ、コメントで変態三人衆言われてる。おい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 、あながち間違ってねえけど、なんでこんな人少なくなった。100人の方しか見てない。え ?693 になってる。693人見てるで今。え、だから多分俺らの画面だけを、俺らの画面だけを693人見てて、お前の画面だけを100人見てる。俺全然見てくれ、誰も。違う、バグだよ、バグ。なんでだろう。あ、そういうこと。ポンコツの集い笑ってコメント来てるけど、どうする。やっちゃおう。どれ。はっ。なあ、なんかそっち二人で。来たいで、こっち。俺もそっちでやりたいねんけど。こっち来なよ。今から来なよ。そっちでさ、ライブ俺もよしてよ。3人でやらせて。今度やろうよ。今から来ても、タクシーで。え、タクシー代は俺出す、俺出す。じゃあ、お前出すよ、絶対。マジで。うん、釣りいらないって言っといて。出すさ、俺、今の。浩平、今までさ、狼のあれで撮ったさ、TikTok 何が一番思い出に残ってる？やっぱレボリューションじゃない？あー、やっぱね。エボリューション？うん。いらんこと言うやん、こいつ。やっぱレボリューションね。レボリューションやと思うで。レボリューションか、レボリューションか、俺あれも好きやったな、あの、いや、やばいでしょって話だよね。いや、やばいでしょ。いや、言ったよ。いや、言ったよ。いや、ビル・ゲイツ。いや、イルミネティ、これ、あはははは。あはは。おい、気づいてない。動かない。日本人。あけぼね。ですね。これは、超好きだった。最高だったね。ちょっとドタバタで申し訳ないんですけど。本当に。見ていただけましたでしょうか、小平さん、TikTok ドラマ。全部見てるよ、俺、マジで。ほんと？そう、だって、こいつぐらいインクレだもん、俺に。え、そうやで、俺、LINE したぞ。普通って、おもんないわ。アドリブのところ、アドリブのところ、お前らめっちゃ入れてるやん、って言って。ほんとよ。すぐ LINE した。浩平だったら、世界が終わる1分前は何をしますか？世界が終わる1分分前は米洗っとうかな、とりあえず。かましてきたな。かましてきた。残り30秒だからかましてきたよ。洗っちゃったもう。最後なんかかまさなあかんってなって。ごめんごめん。はい、よかった。ごめんごめん。素晴らしいよ。素晴らしい。ごめんごめん。で残りあれな、残り1分になったら俺は味噌汁作ろうかな。いや今はいらんやろ。今の味噌汁いらんやろ、絶対。今のいらんな。今のいらんな。今のいらんな。ていうか、普通に、俺あと3分しか出られへんから、エンジンかかれへん。もうあと3分出るけど、俺こいつ。あと3分いるきりのこいつ。まぁ、あ、ちょっと後編また、改めてインスタで、いろんなライブでですね、いろんなライブでですね、また、一緒に長くやろ。そうやな。インスタライブいつやるん？まあまたちょっと連絡したら、その辺は。ちゃんと合わせよ。ということで皆様、またあれするますので、皆さん、お越しください。初見ですって、初見さんいらっしゃい。いらっしゃい。初見さんいらっしゃいやけど、息子の初見さん、うお！僕たちのデジタル選手で皆様、ぜひお買い求めてください。ごめんね、浩平。あ、ブロマイド。いや、違う、デジタル写真集発売が今日決定したんです。はい。ということで、今日はこんな感じで。浩平ありがとう。じゃあ、俺このままやっとくわ、ライブ。バイバイ。じゃあね、バイバイ。ありがとうね。はい。見に行ってください。エピソード6、皆さん。動画が、いいねと思った人は、いいね、コメント、シェア、よろしく。